リフトバレー州の位置トルカナ湖から西側のタンザニアに至るまでの帯状の地域がリフトバレー州である。リフトバレー州はケニア西部の州である。州とはなくる。面積は173,854平方キロメートルで、2009年の人口は1,000万6,805人、人口密度は57.6人平方キロメートル。 イレミトライアングル第一交代の地質学的な条件は世界でも稀なものであり、エルゲヨ断層崖は観光地としても有名である。幸運にも恵まれ農業が盛んであり、州の経済基盤となっている。中南部のケディチョ一帯の高原は紅茶用の茶の栽培が盛んである。園芸や牛の放牧も盛んである。農園地帯であったが近年都市が拡大している。 ダニエル・アラップもイキプチョ・ゲ系のポール・テル・ガト、ウィルソン・キプ・ケテル・テグラ・ロ・ルーペ、バーナード・ラガト・ウィルフレッド・ブンゲー・ウィルソン・キプサング、キプロ・ティチ、エゼケール・ケンボイ、ビビアン・チェル・イオット・ジェネス・ジェプ・コスゲイ・ブライミン・キプロプ・プキプルト・ミルカ・チェモス・チーは、ジョセフ・エブヤ・ユニス・ジェプ・コエチ、サム・パメラ・ジェリモ。ありがとうございます。